シニア合宿に参加させていただくのが初めてなので、まあ、ちょっと緊張する気持ちは最初あったんですけど、まあ、あんまりいつもの練習と変わらず、で表現の練習なんか特に本当に3年ぶりぐらいに受けたので、すごく吸収して、まあ、いい合宿にして帰ろうかなと思ってます。やっぱりこういう合宿とかでしかそのプログラムチェックっていうものがないので、やっぱりこのジャッジさんから見た今の自分のプログラムがどれぐらいの仕上がりなのかっていうのをやっぱり確認していただけたりとか、スピンのレベルをチェックしていただける機会っていうのがめったにないので、まあ、そういう部分が一番今回はプログラムチェックを、まあ、重要としてきてます。まあ、正直その2年前かなの全日本の時に、まあ、1回強化選手を外れてしまって、その時はもう強化選手に戻ること自体結構もう難しいかなっていうふうに思っていたので、まあ、普通にまあ純粋にすごくまた戻ってこれたことはすごい嬉しいです。全く氷に乗れなかったのは、それは緊急事態宣言が出てる間なので、まあ1ヶ月半ぐらいは氷に全く乗ってなくて、でもその前に去年の年末に骨折をして、そこの時にまあ2ヶ月半ぐらい休んでたので、まあ、その時に比べたらやっぱり自分で家でトレーニングもできますし、コロナウイルスでのまあ1ヶ月半はそんなに骨折の時に比べたらだいぶ 楽だったというか、まあ、まだ動けたので割と早く元の状態に戻したかなと思います。まあ、家でできることなのですごく限られてるんですけど、去年のシーズン中にやってたトレーニングをもう今の時期からやろうっていうふうに思って、まあ、去年のシーズン中にやってたトレーニングを早めにしたかなっていう感じです。まあ、骨折した時に、まあ、現役続行っていうふうに決めたので、やっぱりまだその時はまあスケートをまだ続けたいし、まだ自分は頑張れるなっていう思いで、まあ、現役続行っていうふうに決めたんですけど、やっぱりその骨折の後の、まあ、氷乗った時はまあ、これ元の状態に戻せるかなだったりとか、でその後すぐコロナの影響で練習もできなかったので、まあ、多少不安はあったんですけど、でもやっぱりまず氷に乗れるってスケートがやっぱり好きなので、滑れた時に、まあ、練習もすごい楽しかったですし、飛べないなりにも初心に帰るじゃないですけど、まあ、どうやって飛んでたかなってこう一人で練習するのもすごい楽しく練習できていたので、でもやっぱりやっぱ自分スケートがすごい好きなんだなっていうふうに改めて思いました。ショートプログラムが去年と一緒でレッドバイオリンっていう曲 でフリーはブラックスワンで、2つとも振り付けは樋口美穂子先生がやってくださいました。まあ、ショートプログラムは去年から継続っていうことで、曲はやっぱり同じでも雰囲気をこう全く変えたいっていう気持ちがあるので、振り付けもところどころ先生に変えてもらったりとか、もっと去年よりもっと細かいところを指導してもらったりだとかっていう風にやってるので、まあ、曲は同じでも去年と全然違うなってこう見てる人にこう感じ取っていただけたらなっていう気持ちでやっていて、まあ、フリーの方は初めて、まあ、バレエ曲、まあ、そんながっつりバレエ曲ではないんですけど、まあ、それ自分がやりたいと思ってた曲のジャンルなので、まあ、ちょっとまあ難しい動きとかやったことのない動きがすごいたくさん入ってるんですけど、まあ、曲だけ聴いてたらすごく、まあ、皆さんの心に残るような曲かなと思うので、それにしっかり演技も出していけたらなと思います。去年はシーズン本当に全日本の時ぐらいに後半に3回転3回転を入れるっていう構成に変えたんですけど、今年はもうシーズンの初めからフリーの後半の方に3回転3回転入れるっていう構成に今変えています。本当に全日本が終わってすぐは、まあ、もういいかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、その後にやっぱりでも、まあ、スケートは好きなので続けたいっていう気持ちはもちろんあったんですけど、まあ、これだけ、まあ、いい演技ができたら今ここでやめた方がいいんじゃないかって思った気持ちももちろんあったんですけど、まあ、その後にまあ骨折をしてしまって、その時にまあゆっくりこう、まあ、考え直す
時間がすごいできたので、その時に、まあ、今ここでやめて自分が後悔しないかとかを考えて、まあ、家族に言った結果、まあ、家族はそのせっかく続けたい頑張りたいことがあるんだったらまた頑張ってもいいと思って言ってくれたの で自分の中ではまだ去年よりまだ頑張れるっていう気持ちがまだ残ってたので、まあ、続けようかなっていうふうに決めました。その演技入る前とか試合の前は本当に順位とか点数とか全く気にしないで演技に臨んでいたので、まあまあ、その結果すごい試合自体もスケート人生の中で一番楽しんで滑れましたし、それに結果と点数がついてきてくれたので、まあ、自分の自己最高の順位が取れて、まあ、結果としてはすごく良かったかなと思います。今回の質問以上でした。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、試合の目標っていうよりは今シーズンというか、まあ毎日なんですけど、毎日去年の本当に去年の今頃の時期を思い出して、去年の今頃はどんぐらいまでできていたかとかを毎日こう思い返して、まあ、去年の自分よりはっていう気持ちで毎日過ごしているので、まあ、そういう目標を大きく言うと本当に去年の自分に勝つっていうことが今シーズンの目標なんですけど、まあ、具体的な、まあ、点数とか順位とかはまだあまり考えていない状態です。